ちは、萌えです。今回はアクリル絵の具で顔を描いていきたいと思います。でですね、肌色を描いていくので、ちょっと顔の一部なんですけどね、肌色を塗る時の注意点とかコツについてお話ししたいと思います。今回使う絵の具はこちらのブリックアーティストという、アメリカの画材屋さんのブランドのものを使います。あとはちょっとエキテクスとかゴールデンとかもね、その辺も使っております。でこのアメリカの画材屋さんの絵の具とか画材の買い方はですね、前に動画でもネットで買えるんですけど、それもね出してるので、そちらも見てもらえたらと思います。でまたそれについても質問があればね、コメント欄に残してもらえたらと思います。で、今日は顔半分描いていくんですけど、肌色、これね、人の肌によって色って変わってくるんですけど、この肌色を描くとき、結構この色味によってイメージがめちゃめちゃ変わっちゃうんですよね。で、私の動画でも何回もこの肌色についてはお話ししているんですけど、今回もおさらいということでですね、どういう色を使って描いていくのがいいのかとかね、どの部分をどうやって描くのかみたいなお話をしたいと思います。で、肌色なんですけども、肌色として売ってる絵の具のチューブとかもあります。もう普通にね作られている肌色で、これを使うのももちろんいいんですけど、それを使う時であっても、それだけ一色で描くことはまずないです。でもちろん、キャラクターみたいなものとかイラストっぽいもので一色で描くっていうのは別として、こういう写実的な本物というか、ね、写真みたいな、のを描きたいとか、あとはキャラクターとかそういうイラストっぽくてもいいけれども、一色で描くんじゃなくてちゃんとグラデーションをして描きたいとか、そういう場合に、使うコツというかね、やり方なんですけど、肌色あったとしてもですね、そこに影をつけたり光を、入れたりとか、こう明るくしたり暗くしたりっていうのだけじゃなくって、赤みをつけたりとか、ちょっと黄色っぽくさせたりとか、逆にちょっと青を混ぜたりとか、そういう混ぜ方がねあります。で、自分の例えば、一番もうすぐ見れるものといったら自分の手とか見てもらえると分かると思うんですけど、例えば手の甲でも手の、ひらでもどっちでもいいんですけど、肌色が全く同じところって本当にあんまりないんですよ。で、シワのところだとちょっと暗く写ってるし、例えば関節のところってもしかしたらちょっと色が普通の肌のところより暗かったりとか、例えば黄色っぽかったり赤っぽかったり、ちょっと色がね違うと思います。あとは指先も違ったりねすると思うんですけど、であと血管とかにもよってもちょっとこう青っぽく見えるところがあったりとか、あと人によってはちょっと肌のね色素が薄い感じの方だと、もう本当に白っぽい方だとね、ちょっと青白っぽく見える方とかもいると思うし、赤ら顔だったりとか、なんかこうもう血色がめちゃめちゃいい人だったらちょっと赤っぽく、顔とか見てもね、チークとか塗ってなくてもほっぺたのところ赤かったりとかすると思います。で、そういうのもしっかり表していかないと、写真みたいにね普通の肌、本物の肌みたいに見えなくなるので、本当にちょっとずつ色を変えてグラデーションをしていきます。で、その肌色のチューブがなかったとしたら、自分で肌色作らなきゃいけないんですけど、その時もですね、基本的には、白をベースにそこに色を混ぜていくといいんですけど、白と、ベースの色でいうと白、黄色、赤、この辺はもう必ず使えます。オレンジとかがねあれば楽は楽なんですけどね。なので用意するものは白、黄色、赤、オレンジ、黒、この辺ですね。あとは青とかね、この辺かなと思います。で、それがあれば大体のこの肌色、リアルな肌色は作れます。で、ベースの色、全体的なパッと見この色が全体的に多く入ってるなっていう色をまずパレット上で作って、そこから少しずつ混ぜていくといいと思うんですけど、
例えば今描いてるのは若干言われてみるとピンクっぽい感じがすると思います。赤っぽいというかね。なのでそのこのベースのピンクっぽい肌色を作っておいて、そこから例えばシワのところとか、影になってる部分とかそういうところに、ちょっと、パレットの横の方に出した赤をちょっとだけつけて混ぜてそれをのせていくとかね、あとは白を少しずつのせたりとか、これって毎回毎回全部色をパレット上で全部作ってそれをわざわざ乗せていくというよりはキャンバス上で混ぜていくっていう感じなので、ベースの肌色に合わせてですね、ベースの肌色ちょっとこう筆につけてパレットにちょんと、横の方にね落としたりして、そこに違う例えば白とかちょっとじゃあ赤を足すとかそういうのを混ぜてちゃちゃっと混ぜたら、それをですねキャンバス上に持ってきて、でキャンバスの上で混ぜていくっていうイメージです。なのでもうきっちりきっちりパレット上で全部きれいに混ぜて、それを全部全種類の色味を用意しておくというよりは毎回毎回そのスポットごとに作っていくというかね、まあ、あのキャンバス上でちょっと混ぜて描いていくみたいなイメージですね。なので、私が使うパレットだと肌色描くときは本当にあのちょっとずつ色の違う肌色のこう試し描きみたいなのがパレット上に広がっていくイメージですね。まあ、もちろんですね、人によって描き方が違うのでしっかり色を作ってそこから描いていくっていう人もいると思うんですけど、まあ、それでもねいいんですけど、本当に同じ全く同じ色を何回も使うみたいなことって本当になくって、この肌で言うとね。なのでベースの色があれば、あとはちょっとずつちょっとずついろんな色を足していってその場で作っていくっていう方が効率的かなというかね、あんまりこう悩まずにその場でその場でこうなんていうのかな、グラデーションしていけるのでね、私はそっちの方が楽なんですよね。であとはまあアクリル絵の具なので乾くのが早いのでね、結構こうすぐ混ぜないといけないんですよ。それもあってこう今ザーッと乗せてる次描くところ、グラデーションしたいところとかもですね、これ乾かないうちに混ぜようと思ったらいちいちこの次あじゃあこの色作ってみよう混ぜ混ぜってして、そういう時間ももったいなくって乾いていっちゃうので、もうさささっとこういうちょっとグラデーションしたいところとかはザーッと塗ってから、筆に例えば白をのせたかったら白をちょんと筆に取って、もうあのパレット上で混ぜずにそのままキャンバスにちょんと乗せてしまって、そこからこう筆で混ぜていくっていうことも結構あります。なのでこうやって書いてて、あもうちょっと赤っぽい方が良かったなとか、もうちょっとオレンジっぽい方が良かったなって思ったら、本当その、 あの自分の出したい色味もうちょっとこれを足した方がいいっていう絵の具をちょんと取って、もうその場で混ぜていく、キャンバス上でね筆を使ってグラデーションというか混色していくっていうのが基本かなと思います。なのでこう色をブロックで乗せていって、その間をグラデーションしていくっていうやり方もいいとは思うんですけど、そうすると乾いてしまうとね綺麗に混ざらないので、そういうやり方はちょっとアクリルよりは油絵の方が適しているかなと思います。なのでアクリルの場合はもうその場その場でこう混ぜていく方が効率がいいというかですね、描きやすいのかなと思います。であとはですね、ちょっと影にしたいからといってあんまり黒とかは使わない方がいいかなと思います。黒を使うだけで結構血色がね悪くなっちゃうんですよ。こうグレーっぽくなってこう色味がねトーンが落ちちゃうというかね、そんな色になっちゃうので、混ぜる時は茶色を作っておいて、それをね混ぜるといいかなと思います。もちろん茶色を作る時には黒も必要なんですけど、もう黒をそのままのせちゃうっていうよりはベースの肌色と別にですね、ベースの茶色ちょっと赤茶っぽい方がいいかな、まあ、この場合ですけどね。あとはまあちょっと黄色っぽい感じの肌だったらちょっと黄色
が帯びた茶色とかね、黄土色っぽい色とか、そういう色を作っておいて、それを黒代わりにというか、濃いところはそれをちょんと混ぜて使うように取っておくとか、そういうのもいいかなと思います。なので自分が使う一番多いものと、あとは混ぜやすい色っていうのはちょっとだけ作っておいて、それをちょんちょんと混ぜながら描いていくっていうのがね、効率がいいかなと思います。で、あとはまあ茶色とかはね、まあ、売ってる色もあるし、まあ、肌色も売って色もあるのでね、そういうのも活用すると楽かもしれないですね。はい、ということで今回は肌色の描き方、私がどうやって色をこう選んでるとかね、乗せて混ぜているのかっていうのをお話ししました。皆さんもちょっと自分でね、どうやったら効率的に早く描けるかとかね、いい色が出せるのかっていうのも考えながら描いてみるといいかもしれません。はい、ということで、また何か質問があればコメント欄に残してもらえたらと思います。ではまた次の動画で、バイバイ。